はい、こんにちは。電子回路のもとトランジスタ編第7回、ショットキーバリアダイオードとセナーダイオードの実験ということで始めたいと思います。この動画は主催デジキー、企画 ZEP エンジニアリングとなっております。さて、今回はですね、いろいろなダイオードを使ってみましょうということで、まず、この金属半導体接合というものを利用した ショットキバリアダイオードというものを使ってみたいと思います。で、まあ、代表的な応用例として、まあ、簡単なもので、逆流防止回路というのを作ってみたいと思います。で、続いて、幸福現象、ブレイクダウンですね。これを積極的に使うダイオードで、セナーダイオードというものがあるんですけれど、まあ、これを使ってですね、低電圧電源回路と、 いうもの、まあ簡単な一例をお見せしたいと思います。はい、まずはショットキーバリアダイオードですね。えー、これは純方向電圧 Vf が小さいというのが最大の特徴のデバイスになります。えー、ダイオードですので、端子二つあって、アノード、カソードという名前ついているんですけれど、構造が金属と半導体を接合したものと、まあ一般的には N 型かなと思うんですが。 こういった形ですね。ダイオードの記号をちょっとこう変形したような回路記号を使います。えー、順方向電流はアノードから仮想度に向かう向き、その時に現れる電圧を順方向電圧、えー、フォワードボルテージ VF と言いますよ。というのはあの一般的なダイオードと同じ用語ですね。えー、引火する電圧とその時流れる電流を一般的な PN 接合のダイオード、青線ですね。と、ショットキーダイオード、 まあショットキーバリアダイオード、ちょっと略してショットキーダイオード、まあ、ショットキー接合を持ったダイオードと,ちょっと呼ばせていただくと、これが赤ですね。えー、比べると、やはりダイオードなので、最初はちょっと電圧引火してもこう電流流れないんですね。であるところで電流が流れ始めますよと。まあ、これがいわゆる順方向電圧 VF というものでした。でショットキーダイオードは一般的なシリコンの PN 接合のダイオードより 速いところで小さい電圧でオンするんですね。まあ、順方向電圧小さいっていうことは、まあ、いわゆるですね、この接合界面におけるバリア、そのポテンシャル障壁が、まあ、薄いというか小さいっていうことそのものなので、逆方向に、まちょっと電圧かけた時きリーク流れやすいとかい、いわゆるこのブレークダウン現象ですか。まあ、そのダイオードの耐圧が小さいと。 いう性質もまあ,あります。まあ、要はこの VF が小さいこととリークとか耐圧が小さいっていうことはまあ表に一体っていうことですね。ではですね、デジッキーさんでどんなショットキーダイオード売ってるのかちょっと見てみましょう。トップページで半導体カテゴリーからディスクリートですね。でディスクリート半導体製品カテゴリーというページでダイオードを選んでください。で続いてダイオードカテゴリーというページが表示されますので 整流器ですね。レクティファイヤーをクリックしてください。で、整流器カテゴリーからシングルダイオードを選びます。まあ、ここまでは普通の PN 接合ダイオードと同じ流れですね。ここで、また例によってですね、検索フィルターで絞り込むんですけれど、まあ、梱包形態はカットテープ、バルク、製品ステータスアクティブとかやっていってですね、ここに技術っていう項目があります。でここでショットキーを選んでください。 で、取り付けタイプはいつも通りスルーホールという感じですね。ということで、ちょっとすべての検索条件並べてみると、梱包形態カットテープとバールック、製品ステータスはアクティブ、技術ショットキーですね。はい。で、耐圧。先ほど言いました通り、ショットキーダイオードは耐圧があまり大きくありません。で、相場はだいたい30ボルトから40ボルトです。で、あまりその耐圧が大きい 品種ももちろんあるんですけれど、ちょっと値段が高くなったりするんですね。ので、今回はまあ30ボルト前後を狙うということで、50ボルト未満という設定で検索しています。で、電流、ま,あ、まずはあの小電流向けのタイプということで、1アンペア未満で検索してみましょう。取り付けタイプはスルーホール。在庫状況は在庫あり通常在庫ということでやってみます。そうすると、まあ、いろいろ出てくるんですけれど、 在庫が多いやつ、あとは値段が高すぎないやつということで選んでいくと、まあ、この辺ですかね。この BAT85S。両方ともこれ BAT85S、BAT85S。同じ品種ですね。パッケージ違いみたいな感じですか、これ。あと SD103 と。まあ、これ、ちょっと在庫非常に多いですね。6万個とかあるので、その辺見ていこうと思います。昇進応用のショットキーダイオード BAT85S と。 順方向電流はマックス200です耐圧は 30V ということでまああの標準的なショットキーダイオードかなと思います。あの使いやすいかと思いますね。えー、1個53円と。もう1個、えー、SD103B これもまあ電流 200mA 耐圧 30V ということで。 あの標準的な小さめのショットキーダイオードかなと思いますね。まあ、この辺使っておけばショットキーダイオードとしての実験のようなものは失敗しないかと思います。ということでショットキーダイオードの最大のメリット、この VF が小さいことですね。本当に小さいのということで測ってみましょう。もうおなじみですね。えー、電源電圧上げたり下げたりします。で、それによってダイオードに流す電流増えたり減ったりしますと。 ダイオードに電流が流れすぎるのを防ぐ保護抵抗を介して電源接続した時にですねこの黄色い波形ダイオードの順方向電圧を測っている波形ですねこれはどうなるのかとまあ例によって VF で一定になるんですがその電圧はどうなっているのかとちょっと値を見てみたいと思います。はい、それではではすね これ電源電圧の波形がそのまま見えています。まだあのショットキーダイオードをつないでいません。えー、0V からですね、2V まで電圧振ってます。BAT85 をつないでみましょうか。こんな形で。電流がどんどん増えて、また減っていっても、ダイオード両端の電圧は VF で一定という性質が見えてますね。この電圧見てみると、 はい。ここですね。読むと、3 0 1ルト3 0 0ルトということで、0 3トですね。これ、普通の PN 接合のダイオード、だいたい0 6ト0 7トぐらいだったと思うんですけど、まあ、これに関して言うと、半分、半分以下といった値ですね。非常に小さい VF なっているのがわかるかと思います。まあ、これが、ショットキーダイオードの、まあ、最大の特徴なわけですね。もう一個、 SD103 というショットキーダイオードを挿してみたいと思います。はい、今、SD103 接続しました。こうちょっとよく見ていただくとですね、先ほどより VF さらに下がってますね。まあ、今、この赤いラインで見ると、270mV ということで、 もうかなり PN 接合のダイオードと比べると本当にこう VF 小さいんだなというのがわかるかと思います。で、VF は流し込む電流とか、あとその場の温度、そしてもちろんこうやって品種ごとに変わりますので、まあそれはデータシートで確認するとか、実際にこうやって実験して見てみると、その使用条件に合わせて確認することをお勧めします。ただ、まあどのようなケースでも PN 接合ダイオードより VF が大きくなってしまうっていうことは考えにくいかなと。そういう特徴のデバイスですから。続いて、今度はですね、大電流流せるショットキーダイオードを見ていこうと思います。検索条件、まあ、ちょっと見ていきましょうか。梱包形態カットテープバルク、製品ステータスアクティブ、技術ショットキー、まあ、ここまで一緒ですね。で、逆方向電圧、耐圧ですね。30V 以下。まあ、この辺がショットキーダイオードの相場かと思います。 で、電流。今回は1アンペア、2アンペア、3アンペアと、まあ、この辺のゾーンで狙っていきたいと思います。で、取り付けタイプはスルーホール。在庫状況は在庫割と通常在庫で調べてみました。そうすると、これ、1N5817 って書いてありますね。こっちは5818、5818、5817、5818。ということで、581なんとかっていうシリーズ。これ、 非常に目につくかと思います。あの目立つかと思います。これはショットキーダイオードの一つの定番品ですね。あと、ここに見えている SB130140 とか SB230240 っていう、まあ、1なんとか2なんとかっていうシリーズもまた別途あるんですけど、これも有名なシリーズかと思います。今回はこれですね。まあ、1アンペアクラスのショットキーということで、1N5818、ちょっとこれを取り上げてみましょう。 流せる電流は1アンペアです。で、耐圧は3 0トということで、まあ標準的なスペックですね。例によってですね、また、順方向電圧見てみたいと思います。もう実験の測定系はさっきと一緒ですね。それではですね、えー、先ほどの 1N5818、接続してみたいと思います。はい、今、接続しました。 電源電圧を上げたり下げたりしたときですね、電流増えたり減ったりするとき、VF はまあほぼ一定になりますよと。で、ここですね、よく見ていただくと、これ、先ほど測ったショット機、SD103 ですね、SD103 の VF よりさらに小っちゃくなっている、わかりますかね。はい。2 1 7ルトということでもうほとんど0 2トですね、かなり VF 小っちゃい。 まあ、ただ、このショットキーダイオードは、1アンペアクラスの電流を流しますと。そういう前提で設計されているデバイスです。よって、まあ、今、もう数ミリアンペアぐらいしか流せてないんですけれど、実際その電流流すと、まあ、オームの法則、ある程度効いてくるので、電圧どうしても上がっちゃいますね。結構、電流流せるよというショットキーダイオードを使う回路例として、こんな、電源の逆流防止回路。 というのを、まあ、これ本当によく使われる回路ですね。で、こちら側出力。あの、デジタル回路のマイコンボードとか、まあ、どんな回路でも結構なんですけど、要は電源を供給する相手をこちらにつなぎます。で、それに対してですね、例えば、バッテリーから電源供給したいですっていう時と、AC アダプタから電源供給したいですと。要は2つの電源をつなぎっぱなしにして、電圧が高い方から電圧供給したいとし。 いうことまあこういうことよくあるかと思いますその時まあこの電源同士で電流が逆流してしまうとまあよろしくないわけですねそんな時まあショットキーダイオードを使ってこう逆流防止にしてあげるとで逆流防止するなら普通の PN 接合ダイオードでもいいじゃないかと、まあ、思われるかもしれませんもちろんそれでも結構ですあの電流容量さえ確保すれば結構ですただショットキーの利点ってこう VF が小さいことでしたねなので 大元の電源の電圧からまあほとんどドロップせずに負荷に電圧を供給できると、電源供給できると、まあそういったメリットがありますので、こういう逆流防止回路ではショットキーが結構好んで使われる傾向にありますね。負荷側の電流が変動したときに、素早くこう、電流をさっと供給するって言ったらいいですかね。まあそのインピーダンスを下げるという意味で、まあ、大きめの 電解コンデンデサーなんかかをこう入れておくのが一般的かと思います続いて、えー、今回はもう一個いきましょう、えー、セナーダイオードというダイオードですねでこちら、まあ、ダイオードなんで仮想度アノード、まあ、単子が2つありますとで構造的には普通の、まあ、PN 接合と見た目は変わらないわけですねただこれ使う時の電圧のかけ方電流の流し方が逆でこれ仮想度からアノードに向かって 電流流すんですね。で、そうすると何が起こるかと。要は逆方向に電圧引火するんで、あるところで幸福現象、ブレイクダウンっていうのが起こりますね。で、このブレイクダウンっていうのは、まあ、ある電圧を境目にして、一気に電流が流れ始めるんですね。ということは逆に、この幸福現象が引き起こするこの電,電圧を、まあ、これ幸福電圧と言いますけど、うまく設定してあげれば、 流す電流がちょっとやそっと変わったところで、ほとんどこの電圧、両端の電圧は変わらないよっていう、その一定の電圧を出力するデバイスとして応用できるわけですね。本当に低いやつは 3V とか 5V とか、あの、それぐらいでもうブレイクダウンしちゃうように設計されたものを、セナーダイオードと言います。で、その時出力するこの電圧のことを、セナー電圧 VZ というわけですね。あの、これブレイクダウン現象別にデバイス壊れるわけではないんですね。 電流を流しすぎると初めて熱エネルギーで壊れると。ので、セナーダイオードはちゃんと抵抗なんかつけてあげて、電流制限してあげれば、別にこのブレイクダウン現象によって、ずっと使ってると壊れていきますとか、そういうことは、まあ、ほとんど考えなくていいと、そういうデバイスになります。ではですね、実際、セナーダイオード、どんなものがあるのか見てみましょう。で、えー、デジキーさんのトップページから、半導体ディスクリートとたどって、 ディスクリート半導体製品カテゴリーでダイオード。ダイオードカテゴリーでセナーを選んでください。セナーというのがあります。で、そうするとセナーカテゴリーというページが開きますので、シングルセナーダイオードをクリックしてください。そうすると、こういった形で一覧が出ます。で、また例によってですね、あの品種が多いので、検索して絞り込みましょう。今回は一例ですけど、梱包形態はバルク。 製品ステータスはアクティブ。許容誤差。これはあの、セナー電圧の誤差ですね。まあ、プラマイ5%というのが一般的かと思います。で、電力。まあ、このセナーダイオードに引火できる、消費できる電力ですね。まあ、500mW 品がまず使いやすいかと思います。こういった品種が多いですね。で、取り付けタイプはスルーホール。在庫状況は在庫ありで通常在庫という形で選ぶと検索結果が出ます。で、この、 1N5233、5234、5230、5222。この 1N52 何とかっていうシリーズですね。これ、あの、ナー電圧が違うだけで、あの、同じシリーズです。連番です。使いやすいシリーズかと思います。あの、自分が欲しいセナー電圧の型番は何番なんですかというのは、これ、データシートに一覧表がありますので、ちょっと見てみてください。今回は N、1N5225、えー、セナー電圧 3V ですね。 でえー、先ほど検索したとおり許容電力は 500mW とあの普通に使いやすいデバイスだと思います。セナーダイオードですね、えー、使うときちょっと注意していただきたいのがセナー電圧が低いやつ、例えばこれですね、3V とかっていうのは結構その電流に応じてセナー電圧が変動しがちです。あの主に 5V 以下は結構電流によって電圧変わっちゃうと思ってください。逆に まあ、6V 以上、10V とかそういったものは、まあ、ほとんど電流によって変化しない安定した電圧が得られやすいので、まあ、それ一つご参考までに、えー、してください。では、セ、えー、ナーダイオード、本当にですね、えー、こうやって逆方向につなぐ、まあ、ちょっと違和感、最初はあるかもしれませんけど、そうすると一定の電圧出力してくれるんですかということで実験してみましょう。電、えー、電源電圧ですね 0V から今回 4V まで上げたり下げたりして流し込む電流増やしたり減らしたりしてみましょう。で保護抵抗4 7 ω ですね。で使って流し込むと今回1 0 m a ア、2 0 m a アとか、まあ、そういった桁で結構多めに流し込んでいます。はいそれではですねセナーダイオードを実験してみたいと思います。今まだセナーダイオード接続していません。 電電源電圧ですね 0V から 4V まで今上げたり下げたりしているのがそのまま見えているとここで 3V のセナーダイオド、えードつないでみたいと思いますはいいかがでしょう大体いいこの辺の電圧でまあ完全に飽和しているとは言い難い一定になっているとはちょっと言い難いかもしれませんけどまあ低電圧を示そうとしている傾向は見えますよね。 で、電圧ちょっと測ってみるとまあちょうどこれ 3.0V って言ってるんでまあ 3V のチェナー使ったら確かに 3V で止まるんですねというのがわかるかと思います。でもう一個ですね今手元に 3.3V っていうチェナーダイオードも用意しているのでちょっとこれ付け替えてみたいと思います。 はい、いかがでしょう。さっきよりちょっとだけチェナー電圧上がってるの分かりますでしょうか今回3.3ボルトなんですけど実際見てみるとこちら3.23ボルトっていうことでまあだいたい3.3ボルト出てるのかなっていう感じですね、はい、もう一個今度はですね2.7ボルトのチェナーっていうのも用意しましたんでこれも見てみましょうねはいつなぎます いかがでしょう今度2 7ボルト品なんで下がりましたねちょっと電圧見るとはいこちら2 7 6ルトということでまあおおよそ2 7ボルト出てるかなとでまあ温度とかこのバイアス電流っていうんですかね流し込む電流によって若干あの差は出るんですけれどおおよそ狙い通りの値が得られると。 でナーダイオードを応用した一例ですね。えー、ここでは 5V の低電圧電源というのをちょっと作ってみようと思います。デジタル回路とかコンピューターのボードを負荷にするイメージですね。そこに 5V を提供したいと、出力したいと。そういうとき 9V、まあまあ、これバッテリーなんかのイメージですね。9V から安定して 5V を作るにはどうしたらいいですかというお話です。ここで使ってるのがセナーダイオードですね。これは、 1N5232 っていう、これ調べると出てきます。あの、5.6V のゼナーですね。で、ここに対してですね、まあ、いたい 10mA ぐらい電流、逆方向に流し込んで、5.6V を作っていますと。あの、ブレイクダウン現象、かなりこれ、まあ、内部で、デバイスの内部で、電荷が激しく動く現象なので、ノイズが出がちなんですね。これ、電解コンデンサーですね。あの、パラレルに、並列に入れて、 まあねノイズの影響を吸収するということをよくやります。ここまでで低電圧を作っています。でそれをトランジスタのベースに入れてますね。こちら、えー、TTC004B というあのこのシリーズの第二回ですか。あのモーターを回すときに使った結構電流流せるタイプのトランジスタですね。トランジスタオン、えー、状態ではベースエミッタ間 電位差だいたい 0.6V から 0.7V ぐらいという話でしたから 5.6V から 0.6V いたい下がって 5V が得られますとでまあ例によって出力安定化するためにキャパシタ入れてます100マイクロファラットですねでこのトランジスタですねあの調べていただくと 1.5A まで流せるんですねただこの回路の場合もしこれそのまま使うのであれば 2 0 0 m a アぐらいで止めておいた方がいいと思います。その理由は、結局、コレクターエミッタ間に 9V 引く 5V、つまり 4V かかってますとで。そうするとですね、まあ、ここ、一つの抵抗体だとみなせば、ジュール熱が発生して、トランジスタすごく熱くなるんですね。で、そこから熱計算をして計算してあげると、大体2 0 0 m a アぐらいのところで、放熱板、ヒートシンクをつけないと、 1 0 0度 c ぐらいまで上がる計算になっています。要はもう触るとすごいこう、やけどするぐらい熱くなっちゃうんですね。で、一応このトランジスタは1 5 0度ぐらいまで耐えられるんですけど、あまり気分がいいものじゃないですよね。ギリギリ攻めると3 0 0 m a アぐらいまではいける設計なんですけど、あのヒートシンクなしの場合はですね、まあいずれにせよ、1 5 a アなんていう電流は熱的な影響で出せませんよっていうのは、あの、ぜひご理解ください。 で、もしですね、まあ、1.5A まで出したいという場合は、あの、ぜひ大きめの放熱板つけて、あの、きちんと熱設計されることをお勧めします。トランジスタで、くどいですけど、一種の抵抗体ですから、電流たくさん引っ張ると、電流たくさん流すと、その分、やっぱり、あの、オームの法則に従って、電圧下がります出。出力電圧下がっていきます。ので、たくさんたくさん負荷で電流引くと、 狙い通りの 5V からちょっとずつ下がっていきます。4.9、4.8V って下がっていっちゃうんで、それが嫌だという場合は、出力電圧をモニターしてですね、このベース電圧を持ち上げたり、あるいは下げたりするっていう、そのフィードバックをかける安定化電源と呼ばれるタイプの回路があるんですね。その、あの、これはあの、デジタル回路。 マイコンとかコンピューター使わなくても作れます、普通に。あの、フィードバックかけるっていう仕組みは、あの、アナログ回路だけで普通に作れるんですけど。なので、これはあの、あくまで簡易的に 9V 電源から 5V を作る実験用の回路なんだというふうにご理解ください。ということでですね、今回の内容、ショットキーバリアダイオード、そしてセナーダイオード、2種類実験してみました。ショットキーバリアダイオードとは、 えー、非常にですね小さい純方向電圧 VF が必要な回路で役に立つデバイスですで今回使ったデバイスとしてはですねショットキーバリアダイオード BAT85SSD103B1N5818 と、まあ、この辺使ってみましたまあ電流に応じてですね使い分けてみてくださいもう一個セナーダイオードというデバイスこちらは 低電圧回路。低電圧が欲しい回路で使えますよ。と。で、まあ、1N52 なんとかというシリーズ。これはあのラインナップも豊富ですので、まあ、一回実験してみたいなという方にはおすすめかと思います。ということで、えー、次回はですね、今度は新しいデバイス、MOSFET と読みますね。MOS 型の電解効果トランジスター。結構大きくてかっこいい部品なんですけど。これを使って模型用のモーターを回してみようと。 回転を調整してみようとまあそういった実験をやってみたいと思いますはい、今回はここまでになりますご視聴ありがとうございました皆様いつもご利用いただき誠にありがとうございますデジキビジネスデベロップメントの鈴木です本日はデジキエレクトロニクス日本法人の本社からライブでお届けしてまいりますこの度のお知らせでは大好評のウェビナーオンデマンド配信その概要とポイントをご説明してまいります 5月に行いましたブランドリニューアルで発表された新しいロゴが公開されています今回のウェビナーはデジキーのワンストップソリューションをテーマにお役立ちのウェブ機能から充実したウェブコンテンツ豊富な技術ツール各種法人向けサービスまで一挙にご紹介していますその中でもお客様からご要望の多かった代替品選定部品表とデジキー在庫の連動が可能な部品管理ツールマイリスト エンジニアから大好評の技術ツールをデモにて詳しくご紹介しています今回のウェビナーではデジキー・ジャパンのお客様の案件事例をたくさんご紹介しております我が社の案件事例をぜひ紹介してほしいといったご要望があればぜひデジキーまでお問い合わせいただきますようお願いしますさてお役立ち情報盛りだくさんの今回のウェビナーこちらの QR コードもしくは YouTube の概要欄の方から登録サイトの方にアクセスいただきオンデマンドでご視聴いただきますようお願いいたします ぜひ皆様のご登録をお待ちしております。